よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。阿部田先生、簡単で構いませんので自己紹介の方からまずいただけますでしょうか。はい、現代音楽の作曲をしております阿部田翔一です。よろしくお願いいたします。やっぱり作曲の先生というのはですね、はい、やっぱりぶっちゃけモテますか。全くモテないんです。音楽をやっている中でも作曲家っていうのは基本的にはあまりかっこいい瞬間がないと思うんですよ。例えば演奏者なら演奏している姿っていうのは多分その人にとって一番かっこいい姿だと思うんですけれど、作曲家っていうのは基本的にこう一人で引きこもって曲を作ってる時が多いので、かっこいい瞬間っていうのは基本的にないので、演奏家の方は羨ましいなと思っています。阿部田先生、作曲家としてこう世界的に活躍されていらっしゃいますが、阿部田先生と音楽との出会いといったものはどういったことがあったんでしょうか。はい、母がピアノ教師をしていて、幼い頃から音楽に触れ合うような機会がありました。小学6年生の時に小室哲哉さんがこう作曲をしているシーンがこうテレビでこう放送されていて、その作曲している姿にかっこいいなと思ったのがきっかけで憧れて作曲を始めました。それからその後高校3年生の時に実際に音楽大学に行きたいなと思って、そこから作曲の勉強を先生について習い始めました。大学に行かれる前にちょっと苦労された時期があったということなんですが、そちらもちょっとお伺いしてもらっていいですか。はい、高校3年生から音楽を始めるっていうのはすごく遅い方なので、やっぱり最初楽譜が読めないとか、もう本当に基本的なことができなかったので、そういった幼い頃から音楽をされている方だったら普通に当たり前にできたようなことから勉強し始めるというような状況でした。自分の中では本当に始めたのが遅かったので、苦労というよりは、全て出会うもの出会うもの新しくて、楽しんでやっていたというのが実際のところです。どうやって自分自身の作曲家阿部田翔一として、はい、例えば生計を立てられる、そういうふうに感じたのでしょうか。まずは現代音楽の作曲家になろうと思うと、今の世の中では基本的にはコンクールに受けて何か賞を取って、そういったことを重ねて実際に作曲の依頼を受けれるようになってっていうことを繰り返していく中で、自分自身でこう得意なジャンルを見つけて、そこの部分をこうどんどん攻めていけるようなことができるようになって、少しこう、こう差別化じゃないんですけれど、こう自分の個性を発揮できるかなというふうに感じています。学生の頃からそういうふうな道でいけるんじゃないかという自信があったところか。いや、まずはやっぱりコンクールとかそういった外の人にこう音楽を、実際自分が作った音楽を聴いてもらいたいっていうのが最初にありました。世界で活躍するにはこういったことが必要だなと感じることとかって何かありますか。英語ですね。やっぱりこの海外の方とこう実際自分の曲を演奏してもらうときにコミュニケーションを取るんですけれども、自分の曲はどういうものかっていうのを英語で伝えないといけないということで、その部分ですごく僕の場合は苦労しています。例えば英語の壁で何かぶち当たったとか、そういった経験はありますか。英語はやっぱり父が僕にはこう英語を喋れるようになってほしいっていうことで、小学生の頃から近所の英会話教室に習いに行っていたんですけれど、なかなかやっぱり普段からおしゃべりな人間ではないので、語学っていうものが上達が遅くて、もう語学のことに関しては本当に苦労しています。音楽の例えば言葉の壁とかコミュニケーションの壁を越えるとかっていうんですが、はい、僕の中では音楽は本当に国境が本当にたくさんあるなっていうふうに思っています。僕いろんなこう国に行くのが好きなんですけれども、例えばアフリカとか南米の方とか、中東の方もそうなんですけれど、クラシック音楽を全く聴かないだろうなっていう、僕たちが普段聴く音楽からものすごく離れているようなものをこう楽しく聴かれているので、そういった方にとってはやっぱり、クラシック音楽も自分たちがポップスだと思っているものも場合によっては遠い存在の音楽になる可能性もあるなっていうふうに感じています。若いうちっていうのは本当にもう自分これだったら一番取れるんじゃないかっていうふうなこう勘違いをたくさんできたんですけれども、実際この長い間こう過ごすにつれて、自分ができるものできないものがこうはっきり分かってきてしまって、徐々にこう挑戦しなくなってきているので、やっぱり若い人はこう勘違いができるうちに、一番取れると思っているうちに、なんかどんどん挑戦してもらいたいなと思っています。先生、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。